はい、皆さんこんにちは、元気なおじいです。さあ今回はこちらのこのねリモコン、ダーンね、このリモコンについてちょっと徹底解説したいと思います。昨日ねこちらをオープンボックスの動画を作りましたね。とっても便利なスマートテレビです。 NHK が映らないテレビなんです。これねすごいでしょう、ね、はい。それでね、どこでも持ち運びができるね、まあ、とっても便利なんです。これねこうしてよいしょね、こうやって持ち運びながら見る、こうやってね引っ掛けて、見ることができるね。で当然ながらこれこうやって角度調整自由自在です。これねウルトラ便利でしょ、ね、こういうのがあるんだよ。とっても便利なスマートテレビね。でこのスマートテレビの今回このリモコンについてね、視聴者様からコメントをいただいたので、まあ、それについてちょっともう徹底解説したいと思います。はい、まずねこちらのコメントをいただきました、ね、ありがとうございます。現地遊び楽しそうですね。 Amazon で見るとリモコンの形違うようです。防水リモコン19インチには興味津々ですが 2K ではないのかな。しかし高くねっていうことでね、まあ付加価値利用価値ね、まあ人それぞれだと思います。さあこのね付属のこのリモコンについて、まずねリモコンの形が違うんじゃないかということなんだけども、じゃあこれをね徹底解説したいと思います。まず元気なおじいのところにね、これをね紹介してね動画作ってねっていう、まあ、担当の方からいただいたメール、そのメールの一部ですね。こちらが当社の製品リンクですのでご確認くださいということで、このポータブルテレビ 15.6 型のこのリンクがあって、このリンク先がこのね全ての動画の説明欄にある公式サイトになります。でこの公式サイトのこの製品を紹介してくださいということで届いたサンプルがこちらになります。でこの公式サイトの内容を見て、まず横ね、まず最初にこれね、これがないです。よいしょ、はい、ないです。ここのところはね、ないです。まあこれはおそらく日本向きではないかなと思うんだけど、まあ、チューナーレステレビでも海外チューナー付きとも何とも書いてないんだけども、これは一体何なんだろうっていうね、まず違う、そして、これはね音声でテレビを照射するとかのところにこのリモコンがあるんだけども、このリモコンの内容が全然違うよね。これね、これがねこうやって写真でこうやって見るとほら全然違うよね。でこのリモコンなんだけども、ね、まあ、これだったらまだしも1234でね、で丸があって上下左右決定ボタンでまだこの方がマシかなと。これもう並び順なれもないし形状ももうただダーッと並んでるだけで、色分けとなんか筋みたいなのがついてるけど確認しないとどのボタンがないかさっぱりわからない。だから普通のリモコンみたいにこう触って、あこれ長いからこれ音声だな、あ真ん中にあった上下左右とかね、買ったの電源とかこうやって使うことができないです。しかもボタンがめちゃめちゃ硬いっていうね。このリモコンだから硬いのかなと思ったらこれも硬いみたいですよね。リモコンの使い勝手が全然違う。こんなヤシモンのペラペラのね、うん、商品が違うじゃないかっていうね、そういうのがありました。それで、今度は Amazon のページを見てみます。でこの Amazon のページを見てみると、ここがねここの部分がね、うん、そんなところにスピーカーはついていないので、でまあ、かなり、
ちょっとイメージ画像違うよねっていうね。それで、まあ、一切三役の防水仕様リモコンということで、まあ、あのリンクから購入すると、このリモコンね、これがセットになってるよって。でこれがどういうことかというと、あのアマゾンでは商品4種類扱ってるんだけど、よあの4種類みんな違う、商品によってね違うんです。でこのリモコンがつくはずなのに、なぜかこれがついている。それで、まあ、横もね、まあ、当然ながら公式のやつと同じで、ここも違うよねっていうのがあって、で商品一覧からこの 15.6 型があって、この下にもね、まだあの防水テレビがあるわけです。じゃあこのね19型のこの防水テレビの方を見てみると、この付属品ね、まあこれもあのボタンが硬くて操作しづらいって書いてあるけど、これがお風呂テレビのリモコンと全く同じなんです。これね、このお風呂テレビ防水仕様のリモコン、そうでしょ、本来のこの商品の付属リモコンはこのリモコンのはずなのに、ね、なぜかこの商品に付属のお風呂リモコン、ね、がついている。でもう一つの19型の方のお風呂リモコン、ね、これです。だからこれね、お風呂リモコンです。15型と19型とあって、お風呂リモコンのこれね形状なんです、ね、めちゃめちゃ使い勝手が悪いですね。であと、まあ、このねお風呂テレビに、まあ、ついてたやつなんだけど、お風呂テレビはこのように入力がいっぱいあります。入力切り替えがあって、これ入力切り替え何できるのって、何も切り替えできないんだけど、この15型の紹介したこれ以外はあのいろんな入力があるんです、実はね。で HDMI ケーブルもちゃんと接続できる、だからゲームとかもね、パソコンとかもあのモニターとして使うことができるんです。これはそれができない唯一、ね、はい。で今度はね、この、 あの浴室テレビの19型の方、19型の方もやっぱ同じのがついてるのでね。であとプルダウン型の 15.6 インチね、キッチンにつけたり、テレビにあの車につけたりとかっていうね、あのこう折りたたんでこうやってね、こうやって使えるやつで、それもここに HDMI 入力対応って書いてあるんだよね、こうしてね、うん、こうやってHDD 録画対応ということで、こうしてね HDMI が2つついている、これね、うん、はい。まあしっかりとね NHK 受信料不要だよってあの売りも書いてあるけど、ということでね、まあいろいろ見ていたら、まあこのモニターが一番使い道がないね、HDMI が唯一ないモデルなのと、お風呂リモコンがついている、とっても使いにくいやつね。これはそのアマゾンのから買う人もね、公式から買う人も、そこにあるね、あの写真にある製品と違うものが届く、違う付属品が届くね。これね全然違うんで、これはね問題だよ、全然違うもんだってね。なので皆さんもどう、このリモコンとこのリモコンね、まあボタンの硬くてあの使いにくいのは同じなんだけど、
これはね、ちょっといかがなものかなと思います。まあ、中国だったらね、そんな細かいこと気にするなよっていう国でね、使えるあるよ、なんか問題あるみたいなね、そこで押し通せる国なんだけど、日本の場合はね、あんま通用しないんじゃないかなと思う、これがね。はい、そういうことで、まあ、視聴者さんのご指摘にもありましたようにね、リモコンの形状が違いますよ、使いにくいですよっていうのはね、一応情報として残しておかないと、うん、困る。まあ、Amazon だったらね、もうそのまんま違う、商品の説明と違うっていう返品の理由があるので、そこをチェックすればもうね、即返金なので安心できるんだけど、公式から買っちゃったらなかなか大変だよね、これはね。そういうことで、まあ、重要な項目かなと思ったので、今回1個の動画にさせていただきました。まあ、真っ先にね、気がついてくれた視聴者様ね、殿、ありがとうね、本当ね。はい、そんなわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。まあ、このモニターに興味のある方は、この動画の説明欄にリンクがあるんでね、まあ、じっくりとご覧になってみてください。終わりです。じゃあね、バイバイ。